皆さんはどうやって言葉を覚えるのかわかりますか言葉は周りの人が話しているのを聞いたりそれをまねしたりしながら覚えていくのですね。でも耳の不自由な人は周りの人の声も自分の声もはっきりと聞くことができません。ですから話せるようになるためには口の形を見て何と言っているのか読み取ったり 声をうまく出せるるように、特別な方法で訓練したりりすす。必要があります耳の聞こえる人とは随分違った話し方をする人が多いのですがそれは訓練をして身につけた話し方なのです耳の不自由な人は声で話を伝え合うのはあまり得意ではありませんですから話をする時は必ず まっすぐ顔を見て、一生懸命に聞いたり話したりします。決してよそ見をしながら話すことはありません。このお話に出てくるヒカル君は、生まれたときから耳が聞こえにくくて、耳に補聴器という機械をつけています。話し方も耳の聞こえるお友達とはずいぶん違って聞こえます。 さて、どんなお話でしょうか。それでは、お話を読んでみましょう。まっすぐ顔を見て私の名前は、はるか。3日前に転校してきたばかりです。クラスには、友達になった子もいるけれど、 まだ知らない友達がいっぱいですその中に耳に機械のようなものをつけて「あーああ」と何か言っている子がいました私はふしぎに思って「先生あの子耳が聞こえんの?」「あーああ」しか言えんの?」と聞いてみました先生は、 っこり笑っりて、「ああひかるくんはうまれたときからみみがきこえにくいんだだからくちのかたちをみてはなしたりきいたりしているんだよまっすぐかおをみてゆっくりおおきなくちをあけてはなしかけてごらん」とおしえてくれましたやすみじかんになりました。 私は、ヒカルんの前へ行き、ヒカルん、あそぼう、と言いました。ヒカルんは私の顔をまっすぐ見て、うう、あどぼー、と、ぼう、と、にこっと笑いました。やった、わかった 今まで、ああ、あーとしか聞こえなかったのに、口を見ていると、確かに、うん、遊ぼう、と聞こえました。ある日、運動場で遊んでいると、隣のクラスのたけしくんが、あの子、なんで返事せんのと聞いてきました。ひかるくんはね、耳が聞こえにくいのよ。 でもまっすぐかおをみてゆっくりはなせば「だいじょうぶ!」。わたしがそうこたえるとたけしくんは「へえわかったやってみるよ」といってひかるくんのほうへかけていきました。